はい、おはようございます。おはようございます。今日暑いですけど、お二人はどうですか？暑いって感じます？はいどんな質問だよマジでこれ暑いって感じますよ、それは。いや、人ですよ、僕たちなんかは地球外生物みたいな、ちょっと言い方よくなっていいですか？じゃあ最近ゴールデンウィークありましたが、どんなことをして遊んだりとか過ごしてましたか？何してたか忘れないですね。シークレット来た。やめてよ。まあ、ずっと家にいました。ワンちゃんと遊んでました。あ、そっか、ワンちゃんがね、子犬何ヶ月ですか？4ヶ月ですね。まあ、逆にあれですね、焦ったね、予定なくて。ああ、はいはいはい。もうワンちゃんと、何でしたっけお名前は？サンビーちゃん。サンビーサンビーちゃん。サンビーちゃん、はい、サンビーちゃん、トイプードルですか？はい、かわいいですね、3ヶ月のちいちゃん。ヤボーさんは動物は飼う予定は？絶対ないです。まあ、そんなね、動物を飼う派と飼わない派のお二人にやっていただきたいアプリがこちら、バカサスペンスっていうアプリになっております。動物関係ねえじゃん。全然関係ない。関係ねえだろ。全く関係ないでこちらのアプリですね、タイトルはもうタイトルのままなんですけども、はい、仲間の間で起こるバカな事件をあえて真剣に推理していくアドベンチャーゲームとなっております。はい、早速ね、スタートを押してやってみてください。はい、あ、はい、よし、ちゃんとスタートさせたいですね。はい、ネクスト、ね、これがね、スタート。あと浮き去りのダークマター。結構中二感がね。はい、向かいます。なんか、デレン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 ね、雰囲気あれだもんね。ふん、ふん、ふん、踏ん張ってますね。だって、トイレだもんね、これ。うん、ふん、ふん、ふーってたね。これがダークマターか。この名前はアホだ。アホやな。どこにでもいる普通の大学生で、男女7人のサークルに所属しているんだ。ああ、はいはい。何のサークルだろう。なんかエクスカリバーあるね。どこどこ？あ、ほんとだ、後ろに。立てるね。ほんとだ、怖えな。何のサークルに入ってるか。ゆるるる。お腹痛いからまた今度紹介するよ。おっと、それより大事なことを忘れていた。これから遊ぶ君に一つ聞きたいことがある。君はタケノコ派？キノコ派？タケノコ派かな。はい、私もです。タケノコ派。あ、これタケノコ派。お二人タケノコ派。うん、はい、ごめん、ちょっと聞こえなかった。君はタケノコ派？キノコ派？タケノコです。タケノコだっつってんだ。タケノコや。ごめん、ちょっと聞こえなかった。どうしてもこいつキノコを選ばして。タケノコだよ。いや、タケノコです。断然タケノコ。これ折れてはいけない。折れたらゲームオーバーだと思う。ゲームオーバーだと思いました、うん。それじゃあ話を戻すよ。今日はそのサークルメンバーのうち5人が集まって、はい、俺の家で飲み会をしてるってわけだ。ああ、ウェイですね。うん、いいです。でもちょっと今俺お腹痛いんだよな。はい。顔だ。顔色悪いけど大丈夫か。ああ、ちょっとお腹痛くって。ゲルルルルルル。もう限界だ。トイレに行こう。アホだ、トイレどこ？はいね。うん、さくらもトイレか。さくらちゃんね。さくら、トイレなら廊下に出て右だ。オッケー。く、さくらが戻るまでは我慢。キャー今のはトイレの方からだ。誰かが流してない。あおい、誰だよこれ。はーん、赤木どうした？赤木赤木で聞かなきゃよかった。こいつはしょうもないことしか言わないんだ。分かった、さ、この事件の犯人だね。ほらね。いや、いいよ、俺トイレ使いたいし。ここは少々匂う。さあ、部屋へ戻ろう。流せや。匂いが強すぎて俺たちは扉を閉めて戻った。さあ、でトイレを流し忘れた犯人は、まあ、この話続くのか。もう肌が持たないよ。トイレの犯人なんて誰でもいいじゃん。確かに。そうだ、この話はやめてくれ。アホだわ、腹痛なんだ。何度もトイレに往復していれば忘れることもあるよ。お、俺が流し忘れたってことか。いや、違うよ。アホだ、最低。だから見ちゃダメよ。どう見合うと思ったのさ。冗談じゃない。女の子の前で犯人されるなんて絶対ごめんだ。
トイレ事件の犯人は君だ、野田くん。一体誰だ、俺に箱をなすりつけているクソ野郎は。はあはあ、これがダークマターですね、やはりね。クソがダークマターと。さあ、ここから推理パートに入りますよ。はい、こうなったら真犯人を見つけ出すしかない。ギョロロロロロ、うっ、それもできるだけ早くだ。捜査開始。犯人の手がかりをつかめ。まずみんなに話を聞いてみようかな。じゃあ話聞いてみるか。みんなってこいつしかいないけど、おい若葉、ストップ、ストップ、ふぃ、気が表しい、それ以上仕方がつかない。若葉は口うるさい女子で、桜が 大好き、俺への態度が冷たい。なるほど、小学生みたいないじめやめろよ。桜はあの世に合わせた男とは距離を取るべきだと思うね。バイキン扱いってわけか。話しられ、あの、あ、こっちでもいけんな。いや、あの、そうっすね。はい、はい、桜、大役。さ、桜、あれは俺じゃないんだよ。言い訳なんか聞きたくなーい。桜マイペースで人に無頓着。顔は可愛い。バナナにハマっている。こっちじゃねえよ。赤木、青田くん、そんな死に臭い顔してないで楽しく飲もうじゃないか。癖強。犯人が見つかれば楽しく飲めるんだがな。自分が犯人だと気づかないつもりかい。当たり前だろ。ま、せいぜい頑張ったらいいんじゃないかい。はいはいはい、鍵自称イケメンホスト、バイトのくせにムカつく男だ。いや、人の話は聞けましたね。バナナっつって、あとはこのチェックできるところを押してみたみたいですか。いいですか、押して。はい、これ何、トイレットペーパー。なんで汚い部屋だな。気になるけど先にみんなに話して。あ、まだいるんじゃない、あの黄色、黄色が、うん、こっち行けたか。会いたい、ヒロ出たよ、光る。なんだか大事件になってしまったね。アホだ、こいつじゃねえのか。ニヤニヤしやがって、ニコニコしやがって、お前楽しいんじゃないか。そんなことないよ、犯人がちゃんと分かった方がみんなすっきりするんじゃないかと思ってるんだ。けどいつも笑顔で見出し、なんか絡みづらい。このサークルの部長だ。お、うん、ろくな話が聞けなかった。終わり。そうだ、終了できんだ。まあ、チェックしてみましょう。もう、ね、トイレットペーパーチェックしたの。テレビ先に入ってもよかった。テレビだ。リモコンどこに置いたっけな。あとカーテンですね。カーテン、カーテン、左右の長さが違うカーテンだ。買ってから白さんでしょ。気がついたんだよな。そろったけ、こっちは、こっちはもうないか。あ、ゴミ袋あるじゃん。捨て忘れたゴミ袋だ。中には俺の大好きなキノコの村の空箱ばかり入っている。キノコ派なんですね。誰が捨てに、誰が捨てに行ってくれないかな。ここはちょっと推理していきたいんだけど。そうそう、終了していいんじゃないと。あ、いいんじゃないですか。なんだかまだ消化台の気がする。あ、立ち来るのもう一回見てみましょうよ。さっきと状況違うね。トイレットペーパー、お、トイレの向こうに続いてるみたいだ。お、現場、現場検証、現場検証でした。はい、開けて、うわ、くそ。近づいただけでこの匂い強烈すぎて開けられないな。みんなに相談してみるか。ここで進んでいくんだね。トイレが臭くて調べられなかった。なかなかそんなトイレに出会えないよな、うん、消臭スプレーとか探さなきゃいけないのか。マジでそうなんだろう。アホだな。お、またみんなに話、うんうん、話しかけてみようか。それは草と調べられないとどうでもいいかな。うん、そうだな。育ちは俺がずっと息を止めてればいいんじゃないかな。え、どれぐらい？だって1時間ぐらいか。死ぬわ。それは死ぬわ。1時間も調べんだな。なあ、鍵、トイレが草と調べられないんだがどうすればいいかな。ははーん、いい方法があるのさ。お、どうすればいいんだ。君が匂いを全部吸い込めばいいんじゃないか。タワーだろ。お前だろ。なぜかな、トイレが臭くて調べられないんでどうすればいいかな。早く流してよ。俺じゃないのになんで。あ、あそこに置いてあるバナナ一本もらうね。これで食うのか。あー、カバー、トイレが臭くて調べられないんだ。どうしたらいいか。いくらあんたのお部屋でも換気扇くらいついてるでしょう。天才。それほどでもないよ。換気扇、換気扇行くか。換気扇行こう。日付や、はい、換気扇オン。
換気扇って結構常に回すんだけどなこれ、ね、自分で書くのはい、ポチッとな。ボーよし、これでトイレ入れるぞ。さあ、吸いました。さあ、着々と進んでます。はい、はい、バナナは落ちたあいつやあいつやないの、やはりバナナの皮あれ、よく滑ってベッキに顔を突っ込むところだった。背でおこう、はいを記録しました。じゃあ、これなんだ。名刺、名刺。おお、この名刺は武藤、武藤、夢と君と一緒に今宵を過ごしたいのさ。なんだあれ、あいつの顔がうっすら映ってるけど名前が違うよな。現地なすかね。はい、トイレットペーパー。なんでこの雑音、こっからトイレットペーパーが伸びていたのか。一体誰が、サンちゃんじゃねえんだから。お遣いしてるって。サンちゃんはどうすんの。ちょっとね、最近やんなくなった。あ、よかったよかった、直した方がいいよ。うん、これで物があるのか。その犯人はトイレに座ってことを伝えたはずだ。そうね、犯行を再現するために一度トイレに座ってみるか。てん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 、犯人の気持ちが分かるかと思ったけど、そんなことはなかったトイレにしてももう5月か、座らないと気づかなかったな。あれ、そういえば俺カレンダーめくったっけ。剥がされている。お、てれれー、魔法のカレンダーを手に入れたポケットに丸めて入れておこう。入らないよめっでかそうだよね、うん、ウグレタカレンダー。はい、ああ、今のトイレ中身そんな流せや、流せや。お、広くなってる。広、もしかしてあんたはわざと流し忘れたんじゃないのえ、どうしてそう思ったんだろう。この通り桜かわいいわ。桜の驚く反応を見て楽しむために流さなかった。全く行かれてるわ。いや、お前の方が行かれてるよ。余談だけど、俺が腹を壊したのは、若葉が提案した下剤ロシアンルーレットのせいなんだ。ひでえ基地かな、おいつ。アフドは行かれた定期を持っている、それが犯行動機を、このけだものような発言、重要なんじゃないの。重要なの。オーダーは行かれた性癖を持っている、それが犯行動機を、このけだもの、重要だ。大したことないかな。大したことじゃないでしょ。大したことじゃないよ。うん、まあいいや。